どうもタムヤンです。ワールドスタジアム4パリーグをプレイしておりますオリックス、なんとまさかの5連勝でマジック4ついております。2位は近鉄バファローズが3勝2敗で追いかけてきております。最下位日本ハム、さあ行きましょう。今後の日程も見ていただきましょうかね。第6戦、本日は第6戦、こちらですね。1戦目8対4、2戦目10対3で福岡ダイエーに勝利、3戦目6対4、4戦目5対3、5戦目8対4とね、点の取り合いになっております。第6戦西武と戦いたいと思います。いくぞ。さあ西武ドームに乗り込んできました。第6戦6連勝をかけた勝負です。そしてマジック4点灯しております。1番、51番、イチロー、惜しい。豊田さんですね。なあ、ダメか。田口そう。さあ一郎か田口が塁に出てジョージに回したい。あ、松井稼ぎ頭を、うまいな守備。ショートには打たない方がいいよ。ランナーなしでジョージ、あ、追いつかれた。三者凡退やるじゃないか。さあエース、川越戻ってきました。松井稼ぎ頭を、嘘でしょ。松井稼ぎ頭をに先頭バッター初球ホームラン打たれた。嘘でしょ。いや絶好調だったのにもう調子が下がってしまったぞ。野球って怖いね。1球で、うちのエースがフェルナンデス、おー、そんなバカな。ホームに戻す。まだワンアウトも取れてない。全力投球だこういう時は。いやスローボールでちょっと調子を崩す。まともにいったら、タッチアップされたか。いやー厳しい。鈴木健、ワンアウトずつし確実に取ろう。いやー1回のピンチ、エースがピンチ。垣内、こんなヒット1本も打ってないやつに、あ、バントシフト間違った。危なー、よかった、ボタン間違った。よし、2点で抑えたというは言えないね。2点取られました。豊田はオールラウンドピッチャーかな。フォークじゃないのかい。よし、タブヤンナイスバッティング。さあ藤井さん頼むぞ。ちょっと調子が下降気味、ヒットでいいよ。わ、ストライクか今の、厳しいな。よし、ナイスヒット、これは帰ってこれる。ナイスバッティング、1点まず返したぞ。これでこそオリックスの打線
さあ谷も続け、右打ち来たー。あ、これは帰ってこれないね、やめとこう。さあスクイズいくか、小川さん1球目ちょっと見ようか。スクイズスクイズ、あーまたまた外された。もう伊藤捕手、さすが監督経験ありの伊藤さん、やられた。ことごとくスクイズ失敗するよね。成功したことないんじゃないかな。キャッチャー伊藤さん、レジェンドですね。しかしバッティングはいまいちでしょう。9番ライト尾関。尾関ね、なんか聞いたことあるな。フォークで三振だ。あー振らない。選球眼はあるみたいだね。間に合うか。おーし、よしよし、試合が落ち着いたぞ。そうでもないかさあ大島塁に出れば一郎に回せる。豊田さん打てないことはないよ。変化球がいやらしいな。よし真ん中、ナイスバッティング。さあ一郎行こう。51番、皆さんで一郎、一郎、一、一、一郎。やばい、追い込まれた。やばい、得意の一郎ゲッツ一郎ゲッツ多いな。右打ち、このちょっとなんかボールになるような感じでシュートかける。変化球切れてるね。1番ショート松井。あ、打球がきつい。小川さん処理しきれず。あれを処理できれば超一流って言われるんだけどね。あれをゲッツーにすればね、超一流って言われるんだろうけどね一流止まりだよね。くれぐれもご注意ください。フェルナンデス、ちょっと交代守備でいこうか。よし、見逃し三振。どうだフェルナンデス、怒っても。指名打者ジェファーソンにもちょっと交代守備。よしファーストでいいよ。オッケー、最近ちゃんとアウトカウント見るようになったよねさあ1点を追いかけるジョージ。これ結構ね甘く入ってくるんだよ。ボール球になると見せかけてちょっとシュート回転して、あ、フォーク落ちるのか。うー、でもいつ来るかわからないからね打てないわ。振り遅れてる。当てるので精一杯だね。あー、当てさせられたバッティングになりました。逆に左バッターの方が打ちやすいかも。逆にじゃないか普通か。やばい、あしらわれてる、あしらわれてる。3番4番、凡退。タブヤンちょっと前で、変化する前にもう3球フルスイングでいこう。豊田さんにはもう駆け引きで勝てない。3球フルスイング、どうだ。ああ、ナイスキャッチ。敵を褒めたいと思います。いやー、まだまだチャンスはある。平凡な谷フライ。6番レフト垣内。
チ。まだ打率0割ってよくレギュラー取ってるな。あー、そう言ってるな。そういうこと言うと打たれるんだよね。よくあるでしょ、皆さんもね、日常生活で。一路硬いな、気持ちいいよ。伊藤さんもヒット打ってないじゃんとか言ったらまた打たれるから、本当に打たれる。わあ、くそー、マジか。一度あることは二度あるってやつか。二度あることは三度ある。ピンチですね。これ以上追加点は与えたくない。あー、ダメだ。レイザービーム。おお、ツーアウト満塁。あー、先頭打者ホームラン打たれた松井稼ぎ頭王じゃないか。西武で今日一番怖いバッターだな。全力勝負だ。あら、すっぽ抜けた。え、押し出しはダメですよ。おー、怖いよ。怖い。これはエースの仕事だ。まず一球遊び玉。よっしゃー、松井め、一回やり返したぞ。お、甘く入ったんだけど。さあ、あの代打陣がね、よく分かってないんだよね。あら、ポテンヒット。松井稼ぎ頭をあそこまで出張行くの。ショートの出張ですね。ああ、松井のとこに打ってはダメだ。さすが大リーガー。あ、もうちょっと川越さんやばいね。球威がなくなってきた。もう最後のピッチングだと思うんでね、先発ピッチャー。オッケー、全力投球でいこう最後。あー、もう疲れてきた。ピッチャー交代だね。ご苦労さん、エース。さあ、中継ぎ陣が復活。2回ずつぐらい投げてほしいな。高橋エルナンデス、交代守備でいこうか。インコース、ファールになるボールね。アウトコース全力投球でボール球。狙い、キャッチャーのな狙いどころにしっかり来たね。おお、三振してくれた、嬉しい。交代守備、よし、オッケー。さあ、負けてるからね、なんとかと。ああ、松井稼ぎ頭王のとこに打ってはダメですよ。一郎、鈴木一郎。よし、初球盗塁、盗塁。アウトか。硬いな、伊藤さん。ダメだ、結局三者凡退。なんてことだ、なんてことだ。やばいぞ、負けちゃうぞ。オッケーオッケー。この回まで高橋で投げていいね。テンポいいよ。テンポのいい守備が攻撃に流れをつかむかもしれない。よし、ジョージ、ジョージキャッチ。よーし、この守備は流れ来る、ジョージから。しかもキャッチしたジョージからフルスイング。ジョージ、ジョージファイヤー。ちょっと届かない。
マルセド2三振っていいね、気持ちいいね。マルセド松井稼ぎ頭をでも取れない。よし、さあタブヤンホームランで逆転、センターオーバーでしょこれ。しかしマルセド足遅い。ナイスバッティング。さあ藤井さん、フルスイングでいこう。あ、戻る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 、あー戻るな戻るな、走れ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 、タブヤン行け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 、藤井さんの逆転ツーベース、タイムリーツーベース、やった、ついに火を吹きました。今日は藤井さん、あ、豊田さんの、おお、なんか球威が落ちてきたんじゃない、来た来た、連打来たよ。さあ小川さん、ほら球威下がってきた、チャンス、棒球だ、どうだこれ、戻れ戻れ、大島、大島でいいか、あーもったいない、この回は仕留めるチャンスだったよ。ちょっと1点では物足りないね、1点差では。789、もうちょっと変えようか、まだ試合あるからね、継投策でいこう。ピッチャー水尾、ナイスキャッチ。9番ライト尾崎、あ、ダメだこれ、やばい、怖い、1番バッター来たー、松井稼ぎ頭を、おお打ち取った、一番怖いバッターを打ち取りましたよ。さあ1点を争うゲームになっております。野球の行方にはくれぐれもご注意ください、ご注意ください。よーし、いいよ、中継ぎが今日はいるからね、継投策でいくよ。さあ1番バッターから、え、豊田継投、それはちょっといいのかい、監督、コンピューター監督、やっちゃっていいのかいこれやっちゃっていいのかいやっちゃうよ、あー正面、これ打たないとちょっと恥ずかしいよ、こんな棒球、うそー、ついてねーもうピッチャー交代でしょ、え、違うの、いやこれ打てるでしょ、ピッチャー変えないんだったらね、変えないのかい、バカにしやがってくそー、あ、キャッチされた、うそー、この豊田さんで打てないってちょっと恥ずかしいわ。水をもう一、もう一イニングいけるね、これ。フェルナンデスか、交代。一点で同点だから怖いな、ホームラン一発で。バッター警戒、ホームラン警戒。よし、あーダメか、今のセカンドで取るべきだったのかな。一瞬の判断をミスしましたね。交代守備、交代守備。ジェファーソン。ホームラン打たれた、逆転、おお、オラオラい、次誰だったっけ、鈴木、ホームランは打たれたくないけどインコース1球見せといてアウトコース、正面正面、今度はセーブがアンラッキーでしたね。いい打球が飛んでも正面っていうのがあるんですよ、野球にはね、それがベースボールだ、スローボールで
中心でいこう。よし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 、1点差、しびれるえ、豊田さんまだ投げんの？どうした、タブヤンホームラン。いやー、今のホームラン競争のボールよりも打つの簡単じゃないこれはちょっとプライドが許さないで、これね。藤井さん、ホームラン打ってください。これホームランにできないとちょっと恥ずかしいぞ。いやー、サード投げるか。あ、よかった。よし、じゃあ遠慮なく1点いただこう。あ、ピッチャー答え遅いんだよね、竹下。よし、こい、右打ちだ。よし、これホーム投げる、投げんのかい。よーし、やったー。いや、これ一瞬の判断ですね。セーフ、やった。竹下、オッケー。左ピッチャーって久しぶりだな、なんか新鮮。でも私右バッターの方が得意なんでね。あ、これ戻る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 。私本当に右利きなんでね、右打ち、右投げ右打ちの方がゲームでもなんかしっくりくるんだよね。だから一度操作するの苦手なんですよねあーという言い訳でいや、でも貴重な追加点ですよ、これ。この2点差守りきれば勝ち。さあ、うちのエース出そうか。ピッチャー抑えの切り札、打たして取る小倉。はい、正面、危なかった。伊藤捕手、全力投球で取りました。あと1人、6連勝まであと1人。詰まらせる、あー惜しい。今のもう1球、おー振らない、アウトコースから。よし、これ三振だね。抑えですから、抑えの切り札ですから。よっしゃー、6連勝やりました。試合終了でございます。こんなことがあっていいんでしょうか。6連勝、破竹の快進撃とはこのこと。もしかしたら次回優勝決まっちゃったりしてね。それでは次回の第7戦お楽しみに。さよなら。